皆さんこんばんは。元男の子の青木香音、7歳です。今回はですね、この現在の日本、沈みがちな世の中を少しでも和らげたいっていう私の個人的な気持ちがありましてですね、ちょっと皆さんに、こいつ、こんなことやったんだ。バカじゃねえのみたいな、いうふうに、まあ、リラックスしてほしいので、私の見せたくない過去、お見せします。実はですね、私、青木香音は、意外と長く YouTube 活動やってるんですね。今、この私のチャンネルに公開されている動画というのは、約2017年から2020年の現在までの3年間を公開してるんですよ。どこ?しかし、なんか、ここ赤いの?そうなんです。私は、2014年から2016年の約2年間の空白期間を、この YouTube 上に非公開設定をしています。本数で言うと、だいたい150本ぐらいです。なので、今回は、チャンネルの管理画面って言いますか、非公開の動画が見れる画面があるんで、それを皆さんと見ながら、全部の動画公開したらもうとんでもないことになっちゃうんで、まあ、つまみ食いみたいな感じで、これはこんな感じ、これはこうだったみたいな感じで、ちょこちょこ一緒に非公開動画を見ていけたらな、と思います。では、こちらに画面を出しましょう。ドン!そうです。これ私の普段の画面なんですけども、いくよ。さっと。これが最新の動画ですよね。なにこのお姉ちゃん。誰?え、私、7歳なのに。誰?お前だよ。お前誰だ。じゃあいきますよ。この、追加日。古い順。やだ、見せたくないよ。ポチッ。やばくないですか ?6 年前。やば。ニューアークの、はじめまして。だって。じゃ、これちょっと見てみようか。では、記念すべき第1本目を再生していきます。ポチッ。そうなんです。実は顔出しをしてないんですよ。しないけど今むしろこういうへんてこな動画ばっか出してるような気がする。ニューハーフの私にしかできないような視点で動画を送りできるチャンネルにしていきたいと思います。あ、でもそれは今もやってるのかな。やってますかね。私これからもよろしくねーっていう感じですね。まあこんな感じですよ。自分でいいねボタン押してる。54いいね。当時は、そうなんだ、そっか。2014年2月1日。歌手を目指し、音楽学校に通うニューハーフカノンの日常だって。え?だって7歳じゃん。ニューハーフって何?そう、いろんなの出してますね。最初ね、プラレール動画めちゃめちゃ出してたんですよ。その時ってなんか、キッズ YouTuber が流行って、で、プラレールの動画出すと、すごい、なんか、めちゃめちゃ伸びるっていうのを言われてたんですよ。なので、プライドあんまりわかんないんですけど、一応出してたの。そしたらね、これさ、非公開にしてるじゃん?基本的にはね。この、ここ見てもらったらわかんないけど、鍵。地球儀。地球が公開されてる。鍵。みたいな。うん。再生回数がほら、当時のまんまの鍵のやつはね。だから、当時は2000回ぐらいだった。でもさ、今さ、動画出すとありがたいことにさ、10万、20万、30万っていくわけじゃん?それってさ、なんか、ちょっとうるっときちゃいますよね。うん、変な感じ。だから、ほんと皆さんありがとうございます。見られてるっていうのが、当然ではなくて、皆さんのおかげだっていう、ことですよ。ん?やばい、顎舐める。はい、じゃあ次。あ、この辺とか、新しい iPhone ケース。iPhone ケースやっぱりその時からオタクだったんだな。さあ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 。え、待って、電波状況悪い、これ。ちょっと勘弁してくれよ。あ、見た。私を目指すニューハーフカノンです。iPhone ケース。あれ、今と同じぐらいの長さじゃん、髪の毛。じゃーん。iFace2X。iPhone5 iFace ね、昔から好きなの。今でも人気じゃん。
2980円でした。メイクの仕方全然違う。ブラセン見えてんじゃん。なんでブラセン見えてんだよ、お前よ。そうです。では、開けていきましょう。こんな感じです。そう、当時ね、その女になりたてっていうか、まあ、女生活始めたてばっかだったんで、その女性としての、なんだろう、生き方みたいなあんま分かんなくて、当時ねキャミソールとかも全然着たことなくて、もう普通に薄いほんとスケスケのような服に何も着ずに着ちゃったりとかで、それで女友達にやばい、それはやめた方がいいみたいな感じで、あ、女ってそうやってやんなきゃいけないんだなみたいな学んだりとかしてた時期ですね。じゃあどんどん行ってみよう。なんで ここなんか赤いの、ほら。ほら、プラレル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 ばっかでしょ。プラレルプラレルプラレルね、 MacBook、 かわいい文房具。これちょっと謎だな。ちょっと見てみますか、これ文房具。こんにちは、顔が怖い。今日は秋葉湯の橋の7階にある文房具屋さんで買ってきました。今日は何だよ、ユーリンの、じゃーん、ミッキーマウスのスケジュール帳。そしてこちらも買いました。じゃーん。いや、ちょっとこういったものと、怖い怖い怖い、もうこんな感じです。だから私は出したくないんですよ。本当だったらね、こんな恥ずかしいところ見せたくないけど、今はね、なんだか後悔したくなっちゃったの。さあ行ってみようって、なんか MacBook プロ。そう、こんにちは、カノンです。本日ご紹介するのは、だんだんとキャラ編を始めた頃の動画なんですよ。プロ、ほら明るくなってるでしょ。さっきのは MacBook Pro 13インチモデルです。こちらはレティナディスプレイモデルではございません。ちゃんと説明してね。 DVD ドライブが付いてて500ギガあるので、こちらにしました。そして他にもサワーサプライのキーボードカバーと、こんなことやってたんですよ。懐かしい。この時だってまだ私21歳とかですよ。今は27歳です。では次行ってみよう。まだプラレル続く。すごいプラレル続く。だから初期の頃から見てくださった視聴者さんは、私がすごいプラレル好きだと思ってるらしくて、実はね、違った。再生回数が欲しくて、私はプラヘルを踏み台という名の出汁に使っていたんです。そうなんだよな。あ、でもこの辺からあれだね、雑談系とかも出てる。雑談したよって、これ、あ、そう、これね、路上ライブ行ったら聞いてってくださいみたいなさ、普通に いろんな人やってるじゃん。路上ライブとかでさ、お客さん煽ったりするじゃん。でもよかったら聞いてってくださいとか、立ち止まってくれたお姉さんありがとうございます、 CD とか売ってるんでみたいな言うじゃん。で、私はそれ初めてそうやって煽ってもらって嬉しくて動画にしたっていう感じなんですけど、今だったら絶対ネタにしないよねっていうことをよくやってたんだよ、こういう頃って。うん、歌手になりたい私は今何をしたらいいのか、ちょっとこれ見てみる。これメンヘラじゃん完全に。こんにちは、カノンです。私は今歌手を目指して音楽活動をしています。ただ大きな欠点があります。そうです、私は作曲ができません。そして楽器もできないんです。 YouTube で全部正直に話そうと思ってます。歌手を目指すにあたってすっごい致命的だと思ってます。親元を飛び出してから音楽活動を始めました。この先どうしたらいいのか。そう、当時ねめちゃめちゃ焦ってたんですよ。今のようにさ、こうやって視聴者さんにたくさん見てもらうことってあんまりなかったから、とりあえずがむしゃらに動いてなんか当たればいいなみたいな、そんな感じだったんで、めちゃめちゃ焦ってたですよ。だからああいう動画出しちゃったと思うんですけどね。うん、でもね、今こうやって歌もさ、かさぶたの出しとか去年出したでしょ。ありがたいよね、出せるって。出せてもさ、聞かれなきゃ始まらないわけじゃん。ありがたいよ。じゃあ次、ニューハーフ。そう、当時はニューハーフ、ニューハーフって、ニューハーフですってね、言ってたの。でもね、いつからかね、いつの間にか、元男の子っていうようになってた。わかんないけど。すっぴんになる。ちょっとこれ見てみようか。こんにちは、カノンです。なんか、この動き多いよね。少しお久しぶりですね。皆さん、化粧はしてますか？女性はほとんどの方がされてますよね。私
ちょっとこれ早送りしてよ。カラコンつけっぱなしです。何すっぴんって言ってるからこれ叩かれますよ。女性の皆さんに怒られちゃいますからね。すっぴんではありません。読者数増えないなこれじゃ全然やば、落ちました。半分だけやばやばいよ、デカデカおばさんじゃん。うわー、ちょっと待って、やばいって。眉毛なかった、全ゾリみたいな、ヤンキー、全ゾリヤンキーじゃん。どんどんいきますよ。あ、この辺からね、ガジェットゲーとかで、ね、出し始めたんですよね。そう、その頃はあまり YouTuber さんでいなくて、なんか目立ってたのがそのガジェット紹介系、例えばジェット大輔さんとか瀬戸康史さんとか、まあいろんな方がいたわけですよ。だからガジェット動画、うん、そう、機械系っていうんですかね、そういうの出せば再生数取れるみたいな風潮あったから、私も便乗してやりました。今まで便乗しかしてません。そう、これね、当時の再生数見て。これ鍵マークでしょ。もうこれガジェット系だからさ、6000回やの。で、この頃登録者私3000人いかないぐらいだったんですよ。見て、これ。初めて性別系の動画出したの。男子トイレ、女子トイレどっちみたいな。これ、鍵つけてるけど、3万5000回なんですよ。すごくない？これはね、また時期が来たらお見せします。今は見せたくない。超恥ずかしいから。うん、で、ほら。コンビニの私がハマってるアイスを紹介するっていう、ほんと今だったらあんまり出さないような動画やっぱり出してますよね。むしろこれがなんか YouTube の初期の感じじゃないですか。ヒカキンさんとかもさ、プシューって言って商品デビューでさ、トゥデイズヒカキンズポイントプーってやってたじゃん。プーね、その感じですよね。なんだこれ、きな粉を飲んでなんちゃらかんちゃら。あー、これ懐かしいな。飲み会行きましたみたいな。今出したらどうします？すぐに、お前、ネタ切れだろみたいなコメント入れるでしょ。あ、いやー。そう、私ね、昔は本当に日常の一部を切り取って出したりとかしてたんですよ。今だったら、飲み会に行きましたみたいな。出さないっていうか、出しても見てもらえないよね。でもね、そこに私ね、ちょっと寂しいなって思うんですよ。私も視聴者さんと同じで、見るチューバーなの。見るのすごい好きなんですよ。で、視聴者側の目線も私持ってて、例えば、あの YouTuber 昔はもっとこんな感じだったな、みたいな。その感情ってあるあるじゃないですか、皆さん。そう、それがね、わかるんだけど、仕事になっちゃうと、出したくても出せないみたいな。変なしがらみに自分でこう、縛っちゃう。7歳児が何を話してんだって感じでしょ。そう、でもね、私はね、こういう動画ね、好きなんですよ。出したいんだよな。ほら、これなんかも、ニューハーフカノン、熱出したよ。今だったら、絶対出さないよ。出したら、また、え、パンちゃん寝とげれ？つまんなくなったね。みたいな言われるから。そう。出したいけど出すな。顔は子供、首から下は大人。うん、お菓子デビューも多かったですね。スリーフもちポニョとか、これ見てみましょう。恥ずかしい。こんにちは、ニューハーフで歌手を目指す21歳カノンです。21歳、食べ物紹介をあまりやらない私ですが、顔に光が当たりすぎだな。ここ最近すっごいハマってしまったコンビニデザートを皆さんに食べてもらいたいのでご紹介します。じゃんじゃじゃん、 3F のもちポニョ、こっちカスタードクリーム味、いちごミルク味。すごくもちもちしてて甘すぎなく食べやすいんだよね。ではカスタードから食べていくよ。もちポニョー、こんな感じ。ブシャー、クリームがいっぱいだよ。美味しいね、やっぱり。美味しくなさそうじゃん、全然。うん、あ、落ちちゃった。やってんだよ。ちょっと待って、しっかりしろよ、21歳や。どうしよう、7歳に言われてんじゃねえよ。しっかりしろ。このもちもち食感はちょっとよくわからないんで再生やめます。なんか妖怪ウォッチとか、これね、本当にもういろんなことをやったりやめたりやったりやめたりって、まあ仕方ないですけどね、迷子期間なんで。妖怪ウォッチ、え、でもどんなこと話してたんだろう、これ。こんにちは、ニューハーフで歌手を目指す21歳カノンです。やっとで
ですよ、やっとめっちゃぶりやっと手に入ったんだよ。じゃあ妖怪ウォッチ、おー妖怪メダル第3章です。タラちゃん一緒に飲みに行かないかい。次次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 次。あ、私バイト、そうバイトしてたんですよ、高田馬場のタイ料理屋さんで。だから私があの働くお店紹介しちゃうよみたいな、そう見てみましょうかね。そうバイトしてたんだよ、同時いっぱい。今日は私が働いてるお店ポンポンでご飯を食べてきます。ポンポン、いやテンテンじゃないね。 iPad だとインカメがあんまり綺麗じゃないから。懐かしい、このお店ね、もうね、あの移転したのかわかんないけど、ないんですよ、パパに。私的にはここが一番おすすめ。いいね、ちょっと飛ばそう。顔マンガ。そう、顔マンガ、これね、めちゃめちゃ美味しかったんですよ。私、すっごい好きで、まかないでよく食べてます。お肉美味しそう。食べたい。ソースつけて食べるよ。フォークって右だっけ？いや、どっちも食べろ。食べろ。そうなんだ。違う、やっぱり左だよね。どっちもいいか。このソース、酸味があって美味しいよ。そう、このソースめっちゃ美味しいの。はい、次。あ、でもね、ここからまたブラレル出してる。あ、で、この辺ね、あれか、声変わりとか。ん？あ、違うわ、ごめん。さっき2000とか3000人とか言ったけど、1000人だったわ。ここで1000人だったんだ。ちょっとこれ見てみる？そう考えるとさ、今、32万人ありがとう。ちょっと見てみよう。1000人の時だよ。こんにちは、ニューハーフで歌手を目指す21歳、化粧がなんか違う、カノンです。皆さん、お久しぶりですね。私は元気にしてますよ。ここ最近ね、免許の試験に没頭してて、前回ね、89点で落っこちちゃったんだよね。だからね、すっごい焦ってて、明日また試験場行って。そう、これね、やばかったの。試験です。皆さん、タイトルを見て、有効期限の前日に受かったっていう超ギリギリフライング、ん？違う、ギリギリ合格した。ようやくスタート地点に至ったような気持ちです。これからだよ、これから。初投稿、これからだ。私の2月1日なので。そんなあなたは6年後に32万人になってますよ。これまだまだいっぱいある。ミニ四駆とかもほんと行ったり来たり行ったり来たりしてますよね。あ、でもこれすごいね。当時だから1100人とか 1000人ぐらいの時に、ほら鍵マークだけどさ、この動画 4.4 万回再生されてる。すごいな。リスナーさんから寄せ書きをいただきましたって。なんか今思うとすごかったなって思いますね。あー、またあギャラクシー、あーここであれか、またガジェット系いきますね。してそう、 LINE オーディション、これね、私12万人から40人に選ばれたんですよ。ほとんどファイナルの手前ぐらいまで行って、これすごくない？男と女ばっかがさ、戦い競い合うオーディションに元男が40人残るって。で、足立梨花さんがこれグランプリの時だったんですよね。だから、そう、そう考えると足立梨花さん今ね、すごい、じゃん。もう負けたくない。すごいな。中間発表とか、だからほんと、もういろんなことをやってた。うわぁ、これで性別系とか増えてくんだな、この辺から。名刺作りましたとか。で、ガジェット系、ガジェット系、プラレール。本日のまかない。わあ、これ懐かしい。ちょっと見てみよう。本当にもうプライベート切り売りしてる。台風卵焼きのせで原破。ここにね、あざできてんだけど、ガーンって思いっきりぶつけちゃってめくられたとかじゃないか、ね、貝がだ、すごい。この原破をさっきヘルメットかぶってるみたい。卵焼き、なんこれヘルメット、食べるとめっちゃ美味しい。いただきます。あえプチもめっちゃ美味しい。ちっけえ、なんか。そう、この時ね、矯正まだ知ってた段階だったんで、なんか顎がすごいでかかったんですよ。なんかコメントで、お前絶対顎いじっただろみたいに言われるけど、違うんですよ。違うの。
その当時ね、矯正中だったっていうことプラス、私は顎にね、なんかその時とんがらせるのがかっこいいと思ってたから、あのヒアルロン酸注射をね、顎にね入れて、プチ整形みたいなことしてたんですよ。でもヒアルロン酸注射って自然と体に吸収されてなくなっちゃうから、半年間ぐらいでそのなんかとんがらせるのがなくなるんですよね。この動画の私がとんがり期間ピークみたいな感じだったんで、すごい顎が出っ張ってるっていうか、変に出っ張っちゃったんですよね。もう周りの人にも、いやその顎やめた方がいいよみたいに言われたけど、もうとんがってる正義みたいないうふうに思ってたから、そうめっちゃとんがらせたの、変な方向にとんがってバーンってバーン、アプリで物申す、なんかいろんなことやって物申すとかもやったんだ。でもこれね、あのアップル最近そんなに新しい新製品っていうか、なんか革命起こさないよねみたいな、なんか便乗したんですよね。これ良くなかったんだよな。こういうのね、あんまりやめた方がいいですからね。敵を作らない方がいいよ。昔の私。アップル製品にさ、もっと頑張ってほしいよね。やごやば。こんにちは。ニューハーフで歌手を目指す青木かん。ちょっと待って、これ一回ストップ。これね、やらかした。これ私の黒歴史です。2回目のヒアルロン酸注射の次の日に撮影してるから腫れてんですよ。注射入れたばっかだから。それ普通にのっけちゃったってやばいね。だってさ、顎腫れてるって嘘ついてますからね。それもやばいけど。で、少し前に iPhone6 とプラス、なんかな、正直魅力を感じなかったんですよ。今こんな感じです。ほんの突発的に動画撮ったんだよな、その当時は。だから別に物申すっていうよりも、なんかただ思いついたことを動画にして文句言ってるみたいな。ほんとよくないですよ。反省しなさい、過去の私。もうやんないからね。やんないよ。まあ、この辺はもう、うん。そう、これはね、あの、仮ですね。これ週4投稿になりますみたいなお知らせ動画ですね。やばくない？吉野家、なんで女性客少ないのかっていう、こんなことネタにしてたのか、当時は。これちょっと見てみよう。これラストにしましょう。動画なくなっちゃうから。またなんか、好評だったら、公演として出していこうかな。ペンか？どうしてどうしてって何これ。できました。特に具は入ってないです。ココイチ私好きでよくメイクアウトするんですよ。前から思ってることがあって、牛丼屋入りにくいんです。あのもくもく食べてるシーンとした雰囲気がちょっと苦手で。うっす。この時の喋り方は矯正が口の中を邪魔して滑舌を悪くしてたんです。それだけだ。あんまり賢そうな感じの喋り方じゃないから、私的には黒歴史かもしれない。むしろそれがなんか面白いと思って自分でわざと誇張して喋ってたりもしてたくらいなんで、うん。そう、まだまだいっぱいこんな感じであるんですよ。でもそれはまた後編で、需要があれば出します。需要がなかったら封印しますっていう感じですかね。今回は青木香音の過去の歴史を見ていただきありがとうございました。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、チャンネル登録評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、ノートもやってますので、そちらもフォローしてね。また次の動画でお会いしましょう。